今のところ全然考えてないんですけど、でも本当に今回、ライブやる前、ソロアリーナツアーと今のこのドームをやる前まではなんか、あ、もう本当にいつ帰ってくるか分かんないなと思ってたんですけど、まあ、今やってみてなんか、あ、やっぱり自分ってそのパフォーマンスすることが好きだったんだなっていうのを先ほどもちょっと言わせてもらったんですけど思ったので、まあどれぐらいですかね、どれぐらいなんでしょう、 いつか帰って、いや、ファンの皆さんが待ってくれてるんだったら、まあ、まあ早すぎてもあれなんでどうなんですかね、もう帰ってくるのみたいな感じになっちゃうでもまあ自分の本当に時間がまあ一旦トリプレイが終わっ、一旦休止になって、まだその気持ちがまだ今は分かってないので、その自分の気持ちがどうなるか、そのトリプレーが一旦休止になってどういう気持ちになるのかっていうのが未だに自分の中で分からないので、まあ、その後にちょっとゆっくり考えながらまた戻ってきたいなとは本当に思いました。はい、一旦休止なんでその後の話はまだちゃんとはできてないんですけど、まあ、よく宇野美沙子とは本当にご飯も行ったりもしますし、お互い家に行ったり来たりしたりする中なので、まあ、いろいろ話しますけど、まあ、またいつかまた一緒に歌いたいねっていう話はよくします。はい、もう7公演しかなくて本当に、埼玉かな、埼玉から一番初日は埼玉で、結構13公演いっぱいあるから楽しみだなと思ってたらもう本当に折り返しに来ちゃって、でメンバーとの、まあ、毎回やっぱやるたんびに、ね、ファンの皆さんとの思い出だったりとか、あとメンバー他のメンバーとの思い出が、あ、この曲の時に、MV 撮った時こういうことがあったなとか、メンバーとの思い出がたくさんこうなんか思い出がいっぱい出てきてしまって何回も泣きそうになってるんですけど、ちょっと今回はまだな泣かずに最後まで行きたいなって、でもまあ札幌までは絶対泣かずにパフォーマンスをちゃんとしたいなっていう思いがあって、今んとこは泣いてないんですけど、すごく感情的なライブになってます本当に。